3ヶ月間で200キロ目指すってのはどう？200キロですか。じゃあこの挑戦、200キロやる挑戦やりますか？はい、やります。3ヶ月で200キロまで上げるっていうのは実際可能ですかね？全然可能かと。皆さんこんにちは、達也です。早速今日からやっていくんですが、筋肥大器のメニューを早速やっていきます。最低5セットいけたら8セットやろうと思ってます。で8レップから10レップで、僕は、今 1RM は185キロなので、だいたい重さとしては 70% から 75% で組んでいくんで、130キロから140キロの重量の範囲でメニューを組んでいきます。前回としきさんに、教わった通りに山を作って、4セット目、5セット目、6セット目で最大重量を持ってくるようにプログラムを組んでみようかと思います。というわけで、新しく始まった企画、185キロから200キロまでスクワットを伸ばしていくトレーニング動画になります。前回の動画でウェイトリフティング日本代表の山本としき選手から200キロに到達するまでの道のり、トレーニング計画を解説していただきました。まだご覧になってない方は概要欄に URL 貼ってあるので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。で今回の動画は筋肥大器の1週目の分になります。3日分ですね、のトレーニングを解説していきます。はい、1セット目 70% の重量、130キロで10レップを行います。今日やるメニューは、こちらの通りです。基本的に8レップから10レップで、セット数は、体調にもよるんですが、最低5セット、できれば8セットやっていきます。はい、ということで1セット目10レップ終わりました。かなり重かったです。普段10レップもスクワットをやることがなかったので、かなり回数が多く感じました。ちょっと動画の中で見えてると思うんですが、親指を外してバーベルを担いでいるのは、3月にクリーンの練習をしていた時にキャッチをミスってしまって、手首を現在負傷しております。で通常の握り方だと手首が痛くてどうしてもできないので、このように親指を外した状態でバーベルを担いでいます。3セット目、さらに5キロ重量を上げて140キロで10レップを行っていきます。重さは、シャフト20キロ、赤いプレートが25キロ、黄色いプレートが15キロで、一番外側についている、ちっちゃい白いプレートが5キロとなっております。はい、10レップ終わりました。かなり重く感じました。ここの時点でかなりきつかったです。やっぱり10レップは回数が多いので、心肺機能的にもかなりつらかったです。はい、そして4セット目、同じ140キロで4セット目を行っていきます。同じく10レップやっていきます。このあたりそろそろ、体力的に潰れてしまうんじゃないかとも少し感じながらやっております。はい、なんとか10レップクリアすることができました。ただもう足がもうパンパンになってしまって、体力的にはかなりきついです。
はい、で5セット目の重量は最初のうちはまだ決めてなくて4セット目の、感覚を見てやろうと思ったんですが、140キロはさすがにきついので135キロに設定しました。はい、5セット目135キロをやっていきます。まあ、この時点ではかなりもう足はパンパンです。なるべく回数が多いので体幹が抜けないように1レップずつしっかりと呼吸をしながら腹圧を高めてやっていきます。なんとか10レップやりきったんですが、もうこの時でかなり足がもう限界を迎えております。はい、5セット目の135キロを終えて6セット目と7セット目で135キロ130キロでそれぞれ10レップずつ行いました。最後130キロで10レップセット組んでるんですが、10レップ目に、潰れてしまいました。はい、というわけで初日が終わり、デイ2の方に移っていきます。筋肥大期1周目の2日目になります。この日はデイ1、1日目が月曜日に行ったワークアウトで、火曜日をお休みにして、この日は水曜日ですね。なので中1日を空けて2日目のワークアウトを行います。で、今回も同様に20キロのシャフトからウォームアップを行っていきます。で、今日の、セット重量なんですが、前回3セット目と4セット目で140キロで行い、どちらもしっかりとスクワット10レップ行うことができたので、この日は重量を上げて3セット目に150キロでやっていきたいと思います。山本俊樹選手の動画でもあったように、このピークの重量を徐々に増やしていくという風な感じでセット重量を組んでいきます。はい、というわけで1セット目130キロやっていきます。で、この日、最初から5セットで、組もうと思っていました。っていうのは1日目に、全部で7セットやったんですが、この日もかなりまだ疲れが残っていて背中と足の張りがあったので、セットを少し減らしてトータル5セットでやっていこうと思います。まあ、この130キロを10レップやった時、まあ、やっぱり10レップ回数が多く感じたんですが、まあ、そこまでけど調子は悪くないなっていう印象でした。で、130キロ終えて2セット目に移っていきます。で、2セット目140キロ行ったんですが、140キロ、録画ボタン押し忘れてたみたいで、しっかりと取れてなかったので、飛ばして3セット目の150キロ、2セット目は10レップで140キロ行いました。2セット目は140キロで10レップを行いました。3セット目に今日一番重たい重さの150キロで11レップ、やりました。いつも10レップなのにここだけ11レップにしているのは、スクワットやる前に換算表を確認したんですが、スクワットの 1RM の、推定値を見ることができる換算表を確認したところ、150キロで11レップ立った場合は換算で 1RM、ちょうど200キロということで、欲張って11レップに挑戦しました。で、なんとか11レップ立つことができました。で、残り2セット、4セット目と5セット目それぞれ140キロと130キロで10レップずつ行いました。初日は全部で7セットやって、最後の7セット目の130キロ10レップ目で潰れてしまったのですが、この日はもちろん足の疲労はかなりあったんですが、最後まで潰れることなく、10レップやりきることができました。はい、というわけでウィーク1、最終日3日目のスクワットです。この日もいつもと同様に20キロの、シャフトでウォームアップを始めていきます。この日は全部で7セットでセットを組んでいきます。1セット目が130キロ、2セット目135キロ、3セット目140キロ、で、前回、150キロで11レップ行ったので、この日もまた4セット目にさらに重量を上げて155キロで10レップ行いました。で、5セット目145キロ、6セット目140キロ、7セット目130キロという感じになります。前回、水曜日に行った
150キロで11レップ少し余裕がある感じで終わったので、この日も155キロで、まあ、できるんじゃないかなという感じで、重量を設定しました。でこの日は金曜日で、また水曜日から中1日空けてのスクワットになります。はい、で1セット目130キロで10レップ、まあ、これに関しては、まあ、メインセットではあるんですが、まあ、ウォームアップ的な感覚ですね。少し、重量は余裕を持たせてやっています。まあ、それでもやっぱり130キロでも、まあ、10レップを行うとかなり足はパンパンになります。で2セット目5キロアップして135キロで10レップ1週間スクワットをやってみて、まあ、足の疲労はもちろんなんですが、個人的には腰周り背中の疲労がかなりきつかったです。スクワット終わった後は背中がパンパンに毎回なっていました。で、3セット目140キロで10レップ140キロでの10レップも3日目になると難なく、こなせるようになってきました。初日の140キロの10レップはかなりきつかったです。で4セット目この日一番重い重さ155キロで10レップを行います。重さがかなりきつくなってくると腹圧が抜けるのは怖いので、しっかりと1レップずつしっかりと息を吸ってお腹を固めて行っています。はい、なんとか10レップやりきることができました。正直155キロで10レップは個人的に前回の2日目から見たらできるんじゃないかなと思ってたので、しっかりと10レップ立つことができてよかったです。5セット目6セット目7セット目145キロ140キロ130キロでそれぞれ10レップずつ行いました。今回3ヶ月をかけて200キロを目指すスクワットをやっているんですが、としきさんに教わりながら筋肥大の時期を設けて、このように10レップのスクワットでプログラムを組んでいくっていうのは、まあ、なかなか普段やらないようなセットの組み方なので、かなり体に対する疲労もかなり大きかったです。まあ、ただ1セットずつしっかりとレストを取って、動画では短くまとめているので休憩している部分はカットしているんですが、しっかりと、まあ、4分から5分またはそれ以上しっかりと休憩を取って、体を回復させてからそれぞれのセットを行っています。で個人的に今回1週間やってみた感想としては、ピークの重さですね、その重量を日を追うごとに少しずつ増やすことができたので良かったです。1週目は最後155キロで10レップを行うことができたので、2週目の初日はそうですね160キロで10レップやってみたいと思います。ただその160キロっていう重さは今までは3レップとかでセットを組んでた重さなので、正直10レップ立てる自信はあまりないんですが、頑張ってやっていきたいと思います。200キロ狙って頑張っていきたいと思います。筋肥大期ウィーク1の動画はこれで以上となります。来週またウィーク2
のスクワットの解説動画を上げていきますので、ぜひご覧になってください。概要欄から、このシリーズの動画の URL 貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。参考になったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。